空が青いな。こんにちは、マサル盆栽です。夏本番ですね。毎朝水やりをしていますが、お昼にはカラッカラです。雑草も枯れるくらい猛暑ですね。ちょっと見てみましょう。この季節、うちは12時前後の間だけ直射日光が入ります。寒冷舎はしていません。比較的強い漂白類を外側に置いています。雑草は耐えられなかったですね。何はともあれ、雑草を取ってから葉の剪定を少ししておきましょうか。そうですね。この心拍、うちに来てどれくらいですか？4年くらいだと思います。最初は1本の枝でした。それからどんどん枝が増えてきました。あ、ダンゴムシ。下向きの枝葉を切っておきます。あまりなさそうですね。針金かけて上に上げるので、本当に真下からの枝葉だけを切っておきましょうか。あとは懐の不要な新芽を取っておきましょう。もうなさそうですね。針金をかけて持ち上げるとこんな感じです。かっこいいやん。
この子はどうかな？変な下向きの枝葉は、なさそうですね。ちょこっとだけですね。固まった枝を解いてみましょう。結構広がりますね。どのように静止していくか楽しみです。先端の飛び出た芽を摘んでおきます。芽摘みですね。懐に枯れ葉がないかも、チェックしておきましょう。パラパラ払えば落ちます。お猿さんのトリミングみたい。こっちの子も見ておきます。すっきりしたところで、本日2度目の水やりです。私を浴びさせて。
14時を過ぎると半日陰になります。ご視聴ありがとうございました。